こちゃ言ってしまっているというね、あちゃこちゃ話が言っているということで、やっぱりね、議論もうちょっとやっぱり本題のヘイトスピーチとは何かということにね、一回話をね元に、戻さないといけないのかなと思います。ね、野間さんとかはね、あの同じことの繰り返しで川崎で言ってたやんって言われても、私あの川崎行ってないんで、東京ですか、東京で言ってたって言われてもちょっとわからないんで、その辺もご了解すいませんが、よろしくお願いいたします。あれなんか、ビデオ削除されてるよね、あの時の討論会もね、なんか、うん、確かに直さらしてなかった。それでちょっと申し訳ないけど、わからないんで、有田さんまたアップしとってもらえばいいですか。もう無料でアップしたあ、そうだ、こっちだ、はい。先ほどね、そこのね、あのおっちゃんからね、ちょっと面白いことをね、言われてたんで、おっちゃん今話していいです、はい、ちょっと気になったことがあるんで、はい、ですね、このヘイトスピーチ条例について、その立ち位置、評価の立ち位置、どちらも言論規制の危険性はあると、ね、でこれは、在日に特定したもんじゃなくて日本人だって対象になりうるということで、先ほどは双方了解取れたと思います。で問題はその後、だからこの条例を、ね、危険性は飲みながらうまく運用することで、大阪の町からヘイトスピーチをなくしていくためにうまく使おうという立場に立つのか、それともこんなものは危険だからなくしてしまえという立場に立つのか、そこら辺がまだはっきりしてないんで、そこを聞かせてもらいたいなと思います。そうですか。これ条例で成立したものを現時点で我々の力でね、これをなくすとか、これそんなに我々の力はないですから、当然ね。だから野間さんも認めてるようにですよ、これ日本人もそういう誹謗中傷、いわゆるヘイトスピーチを受けたときに、いわゆるそれを言った人に対してですね、我々もこういう被害を受けたということを結局訴えるということができる条例であればね、それは何も我々は、私は反対する理由はないんで、ただ今後ですよ、この審査員ですね、これ3名しか5名でしたっけ、5名ですね、マックス5名、どういう人がやっぱり選ばれていくのかですね、そういう問題があってですよ、例えば我々と意見を全く異にする人間だけがここにも選ばれたらですよ、ね、これはやっぱり反対という場面もあり得ますよ ね、 これね。だから問題はどういうふうに今後運用されているのかということですよね。だから少なくともここに集まってくれた人たちに対しては、私は冒頭でも言ったように、ね、感謝してますけど、例えば、反対した人いますよね、会場ヘイトスピーチ、ね、やるからそんなやつは貸すな、話を拒絶してる人たちいますよね。次の段階はそういう人たちとね、実際に討論してみたいよね、次の段階はそういう人たちと。反対した、そういうことです、はい。それでおっちゃんよろしいですか。ちょっと先おっちゃんに、はい、ただ瀬戸さんが今前置きされたように、これは瀬戸さん個人の意見ということでね。いや、もちろん私個人ですから、はい、で今日の主催者としての意見じゃないね、まあ、私は主催で個人で主催して、あとは協力を得てもらってますので、うん、ね、そしたらそれはこれ終わった後でもちゃんとこのね、今の我々で総括をしてどうしようということは、うん、はしたいと思います。はい、わかりました。で、初めにこの会場入った時に、あなた方は後ろに行ってくださいと言われて、あなた方って何ですか、我々とあなた方の境目は何ですかっていうことでちょっと一悶着ありましたが、私にはそのあなた方、私たちが分からないけれど、主催者側として私たちと、みなしているお仲間の意見を二三聞かせてもらいたいんだけど、どうでしょう。いや、もう知ってるんじゃない。どういいですか。どういうことですか。どういうことですか。どういうことですか。ちょっとよくわからなかった。皆さんね、個人としては賛成反対というてバラバラなんですよ。これでよろしい。意見違うんですよ。これに関して日本人にも適用されるから、これでいいですよっていう人も中にはいるんですよ。
でも私もこれ初め危険かもしれんよ、法に抵触するかもしれないよ、危険かもしれない、でもこう決まったもんは仕方がないという立場、スタンス、こういう人もいます。初めから危険だという人もいます。これバラバラです、個人ですから。それを一緒くたにすることは僕はできません。これでよろしいですか。よろしいですよ、はい。じゃあ高度保守の人で賛成の人もいるの、いるかもしれない。例えば桜井さんなんかもっとやれって言ってますよ、うん、それですか。はい、私ね、さっき昼休みか前にその道路を挟んでそのプラカードを掲げてる人にね聞いたけど、一部の終わりの時かな、聞いたけど、こういうそのまだその集会の自由や表現の自由認めへんのかって聞いたら、ね、そのプラカードを掲げてる人がお前らにそんな自由ないって言ってね。それがね。このこういう集会をやるだけでね、ああいう大人数がなんていうか威圧して、それに対してね、その話をここでまたぶつけ、はい、ここはね話し合いに来た人たちなんだから、ね、話し合いをしに来てる人だから、その拒否してる人たちじゃないんで。あんまりそういう話を、あ、でも瀬戸さん、ちょっとその話大事かもしれないから、ね、いいですか、ここに来てる人で、こういう集会をね、持つこと自体許さないという人がいる、いるの。おお、すごい量、たくさんありますね。じゃあ、何来たか。すみません、お名前なんとしてるんですか。井岡さん。井岡さん。ネットで初めてこの集会して、集会に対する抗議自体は保守右翼の側もいつもやってますよね。だからそれ自体はありなんじゃないですか。例えば会場を貸さないということも結局このところ、5、6年前まではやっぱりその慰安婦問題で集会をやったりすると、在特会とか他の右翼がその会場の前に来たりとか、まあ、今でも結構あると思いますけど、写真展やってたら妨害しに来たりとか、そういうことはしょっちゅうありましたよね。だからそういうレベルでいいんじゃないの。いや、それは そういうのはなしやったということ、それはやったらいかんことだったということですか。そしたら今ここにいる人はそういうことをやってきた人たちだから、それは反省してもらわないと困るし、それはやったらあかんことをやったっていうんやったら、今後そういうことを一切しないっていうふうに、もし違うとやったら、ここにいる人たちがね、そう、ここにいる人たちが、ここにいる人たちはそういうことは別に、ちょっと待って、ちょっとここにいるその保守の側の人たちは今まで集会への抗議行動をいっぱいやってきた人たちだから、集会っても入れてくれへんやん。暴れるからな、慰安婦とかね。いや、私ら暴りたかった、ね、違う、表の抗議行動の話でしょ。だからああいうのは今までやってきてる話だから、そういうのもしたらあかんっていうんだと、ここでその、来てる保守側の右翼側の人の、意見とだいぶ違うと思うから、あんまり勝手にその代弁せない方がいいと思うんで、ちょっと話申し訳ないですけど、だってその抗議するのも表現の自由だから、してるんじゃなくて、ここで一般にネットでこう参加呼びかけて許されて、そしてただの全然知らない一市民として出席して、この集会にをそういう一般の人が来る可能性がある集会であるにもかかわらずね、その主催者がそういうやつらだから、この集会を認めるべきでないというのはおかしいの。つまりその集会に対する抗議はおかしいってことね。だからここに来て、いや、須磨さんはどういう立場なんですか。僕は議論したらいいやん。僕はだって集会これ中止呼びかけてないですよ。ということは皆さん先ほどなんか反対やって言ってましたけど、これどうやってどっちの意見なんですか。意見が違うんじゃない。意見が単純に違うっていうことですか。そうだって個人バラバラということでよろしいですか。クラックは一回も中止せよって言ってないですよ。ああ、だから自分が出るからね。おかしい。そうですね。確かね、それで、ね、ネットでちょろっと見させてもらったんですけど、おばさんのことちょっと批判してはる人おったから、うん、なんで討論ね、
来はる人になぜ批判するのか、僕はちょっとそこが分からなかったんです。まあ、俺のことを批判してるのは俺は見てないけど、反対って言ってる人が周りにいて、で俺は自分これ出るから反対しなかったっていうことね。で、まあでも俺が登壇拒否されてたら反対に回ってたと思うな。それは自分のさじ加減一つで変わる。さじ加減っていうか、要するにそこで対抗言論がちゃんとできるのかどうかっていうことが一つ重要で、できるんだったらまあそのやったらいいと思うし、対抗言論ができるから参加したということですね。この集会は、まあ、外で反対してる人もいっぱいいるけど、僕現状ではこの大阪のヘイトスピーチ抑止条例も施行されてるんですけど、成立とほぼ同時に施行っていうふうになってて、もう施行されてるんだけど、いやまだ施行されてませんよ。7月からですよ。7、8ですよ。いやまだ決まってませんよ。よく読んだら、いや可決をされましたけど、まだ施行まで行ってません。ケツにそこの資料にも書いてあるけど、もう施行されてるんですよ。それでね、施行されてないんですか。いや、おかしい、決まってませんよ。全施行が7、8月というだけで、はい、全施行でしょ。4ページ目、即この条例は公布の日から施行する。ただし4条から6条まで及び事項の規定の施行期日は市長が定める。だから今度は全部じゃないですよ、ね、そう、4条から6条まで以外は施行されてるわけだから、定義の部分とか全部じゃないですよ、ね、そこは施行されてて、要はこの委員がまだ決まってないから。そうです。だから僕は、これは、今日の集会を中止させることはできないと思ってたんですよ。なぜかというと、委員がいないから、その委員が判断して、ヘイトスピーチであるからこの人たちに貸せませんっていうことを決めるわけですから、今日の段階で勝手にここ の管理会社とか東住吉会館とかが判断することは条例違反になるわけだから、僕はまあ無理だと思ってたし、手続き上開催するしかなかったと思うんですけども、まあ、それに対してやめとけっていうふうに抗議するのは全くの自由だから、その抗議の自由、要するに表現の自由って別に集会する自由もあれば抗議の自由もあるわけですよ。だからそのこと自体は、違う意見の者が来てそんな集会やめとけって言って、例えばね、無理やりなだれ込んでドアを鍵閉めたりとか、そういう妨害したらもちろんダメですけど、そういうことはしてないわけで、外の人もね、抗議の意思を表示してるだけだから、それで集会、言論の自由を認めないかという理屈はおかしい。それは抗議の自由を認めた上で言ってもらわないと困りますわ。じゃあ僕らも抗議の自由というので抗議して別にいいってことですか。抗議はいいじゃないですか。いいですよ、ね、抗議だって今までいっぱいしてきたし、僕ら抗議すること自体に言ったことないけども、抗議の内容でしょ。抗議の内容がヘイトスピーチやったら当然文句言うしっていうことです。あ、ではね、何度もね、野間さん、寝とうよっていうことを聞いてるんですけど、その定義を教えてもらえますね。僕の定義は、寝とうよ、定義ははっきりしないけど、まあ、ネット右翼で、ネット右翼の定義は瀬戸さんに聞いてもらった方が早いかな。それで逃げないでください。いや、ご自身の判断でお願いいたします。なんで逃げてんじゃなくて、僕は瀬戸さんの言うネット右翼の定義に従ってるから で、瀬戸さんは2000年代の半ばぐらいにやっぱり意識的にネット右翼っていうものをどんどんオルグして、これで政治運動をやっていこうということを公言されてましたよね、ブログでね。で、やっぱりそういう、なんていうかな、一般の、要するに外戦右翼とかそういう人たちではなくて、一般の市民で、瀬戸さんの思想に共鳴するような人、ネット上で意見を言っているそういう人たちをどんどん糾合していこうというのが2000年代半ば頃の瀬戸さんのネット右翼をどんどん盛り上げていこうということをずっとおっしゃって、知らないですか。じゃあどういう意味なんですか。どういう意味で僕らに言ってるんですか。それはだから瀬戸さんと同じ、まずどういう意味で言ってるんですか。瀬戸さんと同じ意味、僕らに対してどういう意味で言ってるんですか。瀬戸さんが使ってる使い方と同じ、今説明したでしょ、はい、一般市民で瀬戸さんとかの思想に共鳴するような人たちってこと。じゃあということはそれを一括りにして差別したいというふうなことはないんですね。差別したいっていうか、別にそれは思想上の問題だから、別にそのネトウヨ的ネトウヨ思想みたいなものが僕はあると思うけども、そういう思想は良くないっていうふうに批判することが差別ともなんとも思わないし、差別じゃないでしょ。
差別じゃないですね。ないでしょ。ネットフリって言われてもそれはあの僕ら誇りに思ってもいいんです。誇りに思っていいんじゃないですか、もちろん。いいですか、うん、それね、ネットで非常にねおかしな方にね問われてるんですけど、それに関してどう思われますか。いや、それはでもネットフリの人たちの行動次第じゃないですか。だからいや、ネットフリは帰れとか言われてるんですけど、それって差別的用語って取られてもおかしくないんじゃないですか。どういう意味なんですか。まずどういう意味なんですか。条例からあんま離れない方がいいと思うけど、その話は面白いから。条例これ関心ますよ。ヘイトスピーチとは何かということで、これヘイトスピーチになる可能性ありますよって。はい、わかりました。じゃあ条例にあの従って、そのネットフリがさヘイトスピーチに当たるかどうかと見ていきますと、第2条1のあ、人種もしくは民族に関わる特定の属性を有する個人または当該個人 に対する、を社会から排除することですよね。で、あの村上さんはそのネトウヨ民族の出身からそういう、あ、だからそういうことであれば、それを関係しているのか、分別しているのか、それによってヘイトスピーチになりますよ。でも人種、人種もしくは民族だから、ネトウヨ人であるかネトウヨ民族であるならば、もちろんこれヘイトスピーチにこの条例に即すればね該当しますよ。だから村上さんがうちの親父もネトウヨやったと、でおじいさんも先祖代々ネトウヨ でうちはそういう代々そういうネトウヨの家系やから、うちのその出自をバカにすんなという話であれば、あのあれやけど、まあないんちゃうかな。だからやっぱり人種もしくは民族にということで、あのこのその条例はきちんとあの具体的にあの定義を言及してるんで、条例に即して言うならば、この条例で言うヘイトスピーチには当たらないですよね、ネットフリは。いや、人がね、どう思うかっていうのは分からないじゃないですか。違います。いや、どう思うかって人がそれ、侮蔑表現、差別表現やと思ったら違いますよ、これ。いっぺんに繰り返します。あ、でも跳ね返りますよ。でも条例にないから、例えばその侮蔑されてるじゃないかっていう気持ちは、まあもちろん分かりますけど、それは実際侮蔑してますから。だから完全にヘイトスピーチじゃないんですか。侮蔑してるんですよね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 。侮蔑してるし、馬鹿にしてるし、やっぱりあの、じゃあそれはヘイトスピーチじゃないんですか。ヘイトスピーチじゃないですね。だから、この条例は本当に独自の理論を持ちなんですね。でも条例にはこの全ての、要件を満たすものって書いてあるわけだから、それはネトウヨが人種もしくは民族でない限り、やっぱりこの条例でいうヘイトスピーチなんですよね。それでまあ侮辱されたという気持ちは分かりますんで、それは、まあ、分かりますって分かったわけないじゃないですか。じゃあ自分がネトウヨだったんですか。ネトウヨだったんですか。いやいや、ネトウヨじゃないですよ。どういう意味が言いたいんですか。僕らはまあね、完全にバカにしてるし、じゃあ侮蔑じゃないですか。普段それ自体で法律違反じゃないですか。だからそれは侮辱したらダメですよ。ヘイトスピーチよりももっとランクの高いことで、それは別にね、そうやって侮辱罪になると思ったら訴えてみたらいいと思う。じゃあ訴えますか。訴えてみたらいいと思う。で、やっぱり僕らはそのネットウヨに対して人間のクズっていうふうにやっぱり規定してるし、で、それでまあその場合によっては侮辱罪いけるんちゃうかな。名誉毀損もいけるかもしれない。まあまあ、いいです。じゃあ行きましょう。はい。そういうこと聞いたらね、ますます不安になるよ。何が？ここに書いこの条例に書いてるけども、脅威を感じさせるものであることとか、他にその煽ること、意識が差別いずれにもって書いてあるんだから、いくら当てはまる。関係ないんだよ。いずれにもって書いてあるんだよ。いずれにもって書いてあるんだよ。いずれにもって全部ってことね。よく読んでからだよ。その話いいですか。全て当てはまったものがヘイトスピーチっていう定義なんだから、その中の1個が当てはまっても別にヘイト、それはそっち側も一緒ですよ。だからあの、ね、私は野間さんは、ね、それはバカしてると思わないです。私はで だければここに来てね、あの真剣に話しないと思う。だからそれはあの私は、まあ、あの年相応に、ね、抜け流してまた前にあの話を進めていきたいと私は思ってますね。他人はそういう感じだから、あんまりこう興奮させるようなさ話はお互いにね、やっぱりしない方がいいと私は思うんだよね。このお互いにこう運動して今後理解してあっていくのではね。だからもっと青木行きましょう。青木行きましょう。もっと青木行きましょう。まあだからあの今のね、だから村上さんの話は非常にやっぱり大事で、あのこの条例は、まあ、僕さ最初から言ってるけど、この定義はかなり厳格なので、何でもかんでもヘイトスピーチっていうふうにはできないです。だから
村上さんがそのお前らネトウヨって言ったからヘイトスピ日本人へのヘイトスピーチだって言って仮に訴えた人も、まあ、全く門前払いですわ。だからあの逆になんかその慰安婦問題とかで政治的主張を述べているものをヘイトスピーチと扱うこともこの、条例では無理ですね。だから相当にその対応言論の対応とかいろんなものをあの縛りをかけてやるっていうのは非常に重要。だから日本人へのヘイトスピーチもそのできるんじゃないかって言ったら多分できると思います。でもそんなひどいのが、まあ、滅多にないっていうだけの話で、その日本人を排除する建設って言ったって、うん、なかなか難しいんじゃないですかね。だからそのそういう意味ではやっぱりよくできた条例ちゃうかなと。だから、まあ、そういうふうにどんどん思いついたことを疑問としてあのぶつけていただければもうサクサク答えますので。ちょっといいですか。すみません、話が長いです。あのヘイトスピーチっていうのはそういうその侮辱とか名誉毀損とかそういうもんじゃないって言って、いわゆるその民族をね排除すると、いわゆるその扇動すると、そういうふうな主張を皆さんたちはしてるんですよね。違うんですか。そうです、まあ、民族、それからいわゆるセクシャルマイノリティ、あの性的指向であるとか、あるいはその宗教が入る時もありますし、そういうような属性、あるいは障害者、それからホームレスとかそういうようなものまで含めて、その社会的にその弱い立場に置かれている人たちを排除したり、それを煽るような言説のことが、まあ、一般に、まあ、ヘイトスピーチとかヘイトクライムってもともとはアメリカで、要するにホモフォビアというかゲイとかレズビアンをその排除するようなあのキリスト教を背景にね、そういう言説のことをもともとヘイトスピーチと言ってたんです。それは80年代ぐらいに。でそれがまあ、あのレイシズムというか民族差別とかその黒人差別とかそういうものにもあのどんどんその適用されるようになっていったっていう、まあ、ヘイトっていう言葉自体は、もともとはそういういろんな差別民族に限ったものですじゃあ、ネトウヨも民族に限ったものじゃないから、ヘイトも何も違うの。そこは、まあ、だからネトウヨが、その、すっごいネトウヨであるために就職できないとか、あのネトウヨであるために、その、なんか、部屋が借りられないとか、あのネトウヨであるために、なんか社会からつまはじきにされて、なんか、あのホテルにも泊めてもらえないとか、そういうことになったら、僕はそのネットウヨに対するヘイトスピーチは成立すると思いますわ。でもまあなんですよね。だって日本人の誇りやってやってるわけでしょ。なるわけないじゃないですか。会場入れてもらえへんね。左翼の会場に。ちょっといいですか。お話進む。はい、で先ほどねあのそちらの方ね名前なんていうかの人の名前。伊藤健二郎。私のブログを見て私は本当に。在日韓国人とか朝鮮人を日本の社会から排除しようと思ってブログを書いてると思ってるんですか。え、書いてんじゃなかったっけ。え、書いてましたよね。どこに今見ますわ。どれですか。ちゃんとあのブックマークしてますから、あそう見えますよ。そうですか。はい、押して指摘するとか、なんか全体的にその移民は犯罪者多いから入った方がいいみたいなの書いてたし、で指は受け入れない方がいいって言ってますよね。在日韓国人が祖国に戻るというならば大歓迎ですみたいなのを書いてますよね。うん、書いてみよう。歓迎しても悪いんですか、それ。え、それだからさっき言ったことを別の言葉で言っただけじゃないですか。いや、今日自分が進んで帰る分には別に構わないんですか。その書いてるの。在日は日本ではなくて祖国に帰るべきである、帰った方がいいんじゃないですかっていう、そういう。いや、前はそういうスローガン抱えてましたよね、民団はね。前の話じゃなくて、その今の話をしてるんですけど。いや、掲げてたからそれを、その問題をただ指摘してるだけで、ね、ブログに書いてるんですかって言われたから、書いてますよって言っただけなんで、書いてますね。いや、私はそんなに書いたわけですよ。え、在日の祖国に帰るの。まあでも、瀬戸さんは、まあでも基本の排除する。瀬戸さんはでも、基本的にそのネオナチ運動から始まってるわけだから、国粋主義でしょ、まあ、基本としては。面白いですね。国粋主義で、その外国人排斥をずっとやってこられたわけだから、そこはそんなこと言ってないとあんま言わなくてもいいじゃないですか。いや、違いますよ。歓迎すると言ってるだけですよ。でもそれはだから別に。排斥じゃないですよ。歓迎するって言ってるだけ。じゃあその。
いや、また先ほどの話になるんだけども、私は日本の社会に在日の人たちを受け入れるね、受け入れることについては反対しないんですよ。皆さんたちがね、帰化するのことについては反対。でも先ほど帰化は難しいとこれおっしゃってましたよね。今も難しいんですか、本当に。違いますよ。ね、違いますよ。特別永住者は楽ですよ。1日でできますよ。あ、まあ、実でもあのね、在日韓国人だけが帰化しないというのであれば、それは彼らがそういう立場を主体的に選択しているとも言えるかもしれません。だけど大正時代から神戸でパン屋やってるインド人が未だにインド国籍ですよ、ね、でなぜ日本に帰化しないのか。あなた方はインド人に対しては言わない。そして戦前から日本にいる中国人に対してもあんまり言わないですよね。なぜ在日人ばっかりですか。で、みんな、戦前から日本にいる外国人が未だに帰化する人が少ないという現状、全ての外国人とは言わないですよ。僕も全ては知らない。中国とインドと在日しか知らない。だけれども、在日以外の人たちも同じ選択をしている。なぜそうなのかっていうことをどうして考えないですか。はい、あの私はね、参政権とか求めてますよね。求めてる運動を起こしましたよね。日本の政治に参加したいと、ね、だったらば日本国籍を持って堂々と日本人になって、いっぱいいますよね。日本国籍持って在日になってる方も、ね、おられるんだから、なぜそういう選択をなさらないのかなと、まあ、それが一つの疑問なんですよね。でもそれって大きなお世話じゃないですか。本人の選択じゃないですか。で、そこに、いやだからそんなの大きなお世話だって。だからなぜ、ね、知りませんよ、僕は当事者じゃないから。なんで東洋になること選択するの。え、なんで東洋になることですか。だからネトウヨって何。だからネトウヨになること選択したんじゃない。いやだからネトウヨって、その話じゃないんで、その話は、そのおっちゃんの話戻しましょう。個人個人の判断でしょって話をしてる。それ個人個人の判断、うん、あなたたちがその外国人を排斥しようと判断したように、あなたの考えですね、主張ですよね。犯罪やらかす外国人はそれを国にお帰りくださいと言う。私たち、いや個人個人の判断ということで犯罪者は今区別できますよ。ちょっといいですか。はい、いやそういう議論じゃなくて、私が言ってるのはいわゆるその日本人となってね、日本人になれるんだから聞かせて、日本人になれるんだから堂々と政治参加を求めて日本人と一緒に、ね、やろうという、いや、この私の意見はね、我々の活動家が、運動やってる中では、あんまり人気のない主張なんですけども、ね、でも私はそういう主張をしてるんだけども、でもそういう、それは余計なお世話だ、それは関係ない、ここの判断だと、もうそれだけなんですね、あなたたちはね。まあ、それはね、それは分かったけど、私は今日の収穫なんで。それはね、結局、まあ、日本の場合はすごいその複雑というか、そのやっぱりさっきね、村上さんが言ってたけど、百姓でもいいのかと、こういう問題はあるわけです、実際に、ね、法的地位も不安定なままで何世代もそのままいていいのかっていうような、意見はあるわけだけど、やっぱり結局その法的地位が不安定で、そのまあ、最終的に、ひとまず安定的になったのが91年で、戦後46年経ってるんですね。でその間めちゃくちゃ不安定なまま で、まあ、結局そういう経緯をたどってるし、その前に、結局その併合して一回日本にしちゃってるし、そういうことがいろいろ複雑に絡み合ってると思います。例えばインドなんかの場合はイギリスはその独立させた時に自動的に全部市民権を与えてるんですね。で、まあ、そういうふうに日本もやってればまた全然違った感じだったかもしれない。で実際にその、まあ、本にも書きましたけど、最初の1947年とか8年ぐらい の国会審議ではもう永住権を与えるっていうことが前提で審議してるわけですね。まあ、それでまあアメリカまだいやその時は永住権なのね。だからその特別永住資格じゃなくて永住権を当然与えるものとして国会で審議してるわけだけど、まあ、GHQ の、占領下にいることもあって、
まあ、もうグダグダのままになってきちゃったということで戦後50年ぐらい、来ちゃったということもあって、でだからその帰化したらいいんですか、いいんじゃないですかっていうのもやっぱりさ、その瀬戸さんみたいな極右の人が言ってもやっぱりもうそれは説得力がないっていうふうにやっぱり見られるのはしょうがないんじゃないですかね。外国人排斥をずっとやってきた人がそういうふうに言っても、まあ、いわゆるそれはその難しい言葉で言うと同化主義っていうんだけども、民族性を捨てろっていうふうに聞こえるでしょう、やっぱり。でそのどこの国でも、まあ、アメリカなんかでもそうですけど、アメリカなんかは政治主義だから、2世以降は自動的に国籍が付与されるわけじゃないですか。そうすると自動的に、日本系アメリカ人だとか、コリア系アメリカ人だとかそういうふうになっていくけども、日本は政治主義で血統主義だからそういうふうにならないっていう。野間さんはその血統主義は、ま、あの取るべきじゃないと立場なんですね。うん、そこはまあ微妙だけど、僕は政治主義にしたらいいんじゃないかなと思ってますよ。で国籍は自分で選ぶようにすればいいと。で今、まあ、その帰化っつったって、僕の知り合いの在日で帰化の手続きしてるんだけど、やっぱりお金何十万もかかるし、書類これぐらい揃えなあかんし、1年ぐらいその手続きまだやってますわ。だからサクッと役所へ行って、もう日本国籍に変えますわっていうのがね、できるんだったら僕もっと帰化する人増えると思うけど、現状はやっぱりそのなんかやっぱりめちゃくちゃハードル高いんじゃないですか。その辺は僕は在日じゃないか分かんないけど、あえて国籍取らないっていう人ももちろんやっぱりいますよね。でそれはやっぱり昔国を失ったっていうこともあるから、そういうこともあって、僕らの方から聞かせればいいんじゃないのっていうふうに あんまり言わない方がいいんじゃないですか、特に極右の人は。そうかね。いや私は4世5世の人はね、やっぱりそれを一つの選択肢としてね、でもね、4世とかね、はい、もう話してるとね、もう日本に住む気なくしてると思うわ。もうこんな、だってもう生まれて物心ついた時からヘイトスピーチとかヘイトデモがあって、もう日本に貢献しようという気をなくしてる人結構いますよ。で、やっぱりそういうふうにそのなってるんじゃないかなと思います。私はね、野間さんよりも私は在日韓国人朝鮮人の、ね、知り合い多いと思います。私はね。でそういう人たちはね、子供もちゃんとね、日本の学校にあげてるし、やっぱり帰化できない人もいるんですよ。昔ね、そういう悪いことしたとかね、あるいは政治活動したとかね。でもちゃんとそういう人も、その、要するに孫ですね、4世とか5世の人は、日本のね、日本人として育てたいと。私の知る限りそういう人は多いですよ。で、かつてみんなはね、なんつか意見あるの？じゃあちょっと意見、野間さん、マイク渡してる。サナみたいな、よくの目同じがね、危ない人らが折れへんようになったら考えますけど。私は目同じと戦います。そう。まあ、目同じという問題に対してもね、まあ、そこを議論するとね、多分私が考えてる、そちらを考えてるやつはね、だいぶ違うと私は思うんだけど、あ、まあ、結局ね、それを議論するとね、まだ、ね、しかして日本国籍取っても、あいつは朝鮮人やないかみたいなことを、もっと朝鮮人やないかみたいなことをやっぱり言う人がいっぱいいるわけだから、その、やっぱり別に積極的に帰化しようと思わない人がいっぱいいても当然ちゃうかなと思います。それは差別感情っていいですか？差別があるってことか。それはあるってことですか？当然やと肯定してるやん。肯定してるよ。それは問題だ。そしたらその原因を、ちょっと本来だ。どういう原因があったんですか？どういう差別の原因があったんですか？それ原因はたか君らやってたから。え、僕ら生まれる前から原因あったんですか？原因は、生まれる前っていうのは、それだけじゃない。生まれる前もあるやな。でも結構昔の期間なんかもっと今よりめちゃくちゃ大変ですよ。昔は大変です。名前だって民族名のままだ期間できないし、今はできるようになったんですよ。今はできるようになったんだけど、今はいや全然知らないでしょ。そんなん90年代の最初までできないですよ。だから日本風の名前に変えさせられてるわけ。いや、そう、変えさせたくなんかないよ。だって区別がない。いや、それはあなたがどうかって話じゃなくて、日本がそうだったって話ね。だから、そういうこともまあ知らないわけ。紛れる方が最近ね、飛ぶようになった人はそんなこと全然知らないから。ちょっと待って、差別がね、あるっていうね、そんな根深い差別があるっていうのは私は信じない、いや、それもね、90年代ぐらい前
まではそういう話にもまあありかなちょっと待って、話させてごめんなさいね。今は無理ちゃうかな、それ。桜井さんの討論会の時に、まあ、大阪の場所は私わからないけど大阪人じゃないからね、我々がね、ナンバーですか、ナンバーでね、我々が外旋活動を知ったんですよ。それから在日在特会のね、まあ運営の人が、名前はちょっとここでは出せませんけども、私は在日朝鮮人ですと言ったんですね。そして私は今まで差別など一度も受けてませんと、そういう経験ありませんとこう言いました。間違いない、それ聞いたんですから。私そしたらカウンターで集まってた人、その時も多分ここに集まってる人何かいたんじゃないかな、聞いてないかな、一瞬怖がった顔してましたよね。えっていうのかもして、いや、そいつが個人で最低なだけの話です。えあのね、それね、差別最低ですか。いや、あのね、生徒さんね、それね、やっぱりね、その差別されたことがないっていう、差別されたことないっていうような意見を言う人はやっぱりその結構いて、で特に今から20年ぐらい前までもっと多かったんだけど、今はそのされてないんですか。いや、今はもうその朝鮮人を海に叩き込めとか言ってデモをやってる中で、いくらそういうふうに個人が言ったとしても、それはもう別にその個人の気持ちによって差別かどうか決まるわけじゃないから、あんまり意味がないかなと思いますわ。それで昔だったらね、要するにもっと差別が陰湿で目に見えにくい時だったら、まあ、そういうその実際に私は差別を受けたことありませんみたいな人も多かったし、あれだけど今はもう調査がもうありますよね。でもうヘイトスピーチをみんなネットにつないだ瞬間にもういっぱい見るわけだから、そういう差別を受けたことない、ありませんって言ってるような在日の割合自体がもうものすごい減ってますよね。だからそれはその行動保守の成果じゃないですか。だから日本で海外でももう日本はレイシズムの国っていうイメージがついちゃって、もう日本の国際的評価ってものすごい落ちたのも全部まあ私たちのせいなんですよ。だから基本的にやっぱり僕らはそのさっきから愛国やって言ってるけど、これ冗談で言ってるわけじゃなくて、やっぱり僕は国辱やと思うんですね。いや、そこ待って、事実を今さ、そう詰めてきますよ。民団のホームページで、ね、勝ってもう民団はなくなってしまうと書いてたんだよね。でそれどういう意味かというと、日本人の男性、要するに韓国人の女性が日本人の男性と結婚をする、それをきっかけに帰化してるね。その逆もあって、どんどん帰化してね。ということは、そんなに深刻な差別はないってことじゃないですか。はい。意味わかんねえぞ。分かんない。それは要するに日本人と結婚するなんて許さんみたいな人昔多かったけど、最近そうでもなくなってるじゃないですか。じゃあ日本人の差別関係に関係ない。同じことじゃない。同じことです。だからでもそういうなんか日本人と結婚して日本国籍を取るという人が増えてる中で、ヘイトスピーチもめちゃくちゃ増えてるわけですから、何のその根拠にもなってないですよね。私は差別、そんなにね、差別がないってなくなってるっていう事実をさ、だからそのあるのに、なんかそれはそうじゃないんだぞ、差別されてるっていうか、おめえが知らねえだけだよ。だからね、いや、物事には二面性っていうのもあるじゃないですか。っていうかね、いや、まあ結局ほら韓国の K-POP とか韓国のアイドルとかを若い子がすごいその人気が出て、韓国の歌をみんな聴いてるみたいな状況は20年前にはなかったので、若い世代はやっぱりそのすごい交流がねあって、韓国語を勉強したりとかしてるわけだから、こんなことをしてる人は20年前の日本にいなかったわけですね。でそういう意味では差別がなくなった、そこだけを見れば言えると思う。だけど一方で、その反動みたいにしてヘイトスピーチをする人が増えてるわけだから、
やっぱり、総合的に、どっちが多くなったかって言ったらヘイトスピーチの方が多くなったというふうに思う。そういうことなんですか。ちょっとね、ヘイトスピーチの責任もあると思うけど、だけどこういう現実もあるからちょっと聞いてくれよ。ね、ヘイトスピーチの責任があるわけね。ヘイトスピーチの責任があるんやったらそれでいいよ。いや、それで終わり。いや、まあ、あのね、ちょっと待って、聞いてもええけど、また関係ない話だったら切りますよ。多いんや。ちょっと待って。生活保護率の話も。ちょっと惜しいことあるね、資料持ってる？配った厚生労働省の発表してる資料です。配った資料、あ、俺が配った資料持ってる？あんたのあそこにある。あ、その資料あげて、そこの5ページ目見てください。今みんなのサイト出してんやけど、さっきの話どこにある？5ページ目見てください。それ生活保護についてはその本に書いてありますって言うから、それ読んでから。今から言う話、トマさん、マクミルさんが言ってますよ。今から日本人に対する生活保護と来日朝鮮に対する生活保護、5倍ですよ。4倍、5倍ですよ。その5倍でマクミルさん言ってますから、それはデタラメでもないです。その5倍の話もそこの本に書いてあるから、で僕も3年前からずっと言ってるから、その本の要約して今返事してくれ。その5倍の話、さっきドロさんが言った話と一緒。あのね、北海道の、生活保護率は、富山県の10倍なんですわ。だから北海道と富山比べてどうするんですか。それは日本国民ですから。要するに北海道は富山の10倍なんだけど、だからそれ日本国民ですから。だから日本国民比較するレベルが違います。だから私たちは言ってるのは在日朝鮮人と日本人の比較ですよ。だからね、日本国民同士でもそうやってカテゴリーの切り方によってそれだけの差が出るわけです。だから1000人当たりの比率が10倍なんて、北海道は。そしたら北海道の人が、いや、北海道の話それから話して。ちょっと静かにして。北海道の話聞きたないの都合悪いからでしょ。いや北海道の話、ちょっと待って、静かにして、俺が説明するから、日本国内でも県で切ったらそんだけ10倍ぐらいの差が出るわけ。だからね、したら、だから民族で切ったらまたそういう5倍の差が出たりする。それから町で切ってもまた違う。で、要するにそれぐらいの差っていうのは。平均するには日本国民全体の平均では1000人当たりに。だからそれは民族で切った時でしょ。で、そしたら北海道と富山を比べたら北海道の人の方が 10倍生活保護を受けてるっていうことは、これどういう意味や思います。日本民族と朝鮮民族と比較するんやったら分かりますけど、比較が対象ちょっとおかしくて静かにして。だから要するに日本人と朝鮮人だけ比べたいわけでしょ。いや、外国人と比べたらいいじゃないですか。外国人の総計と日本人の総計比べたらいいじゃないですか。なんで区割りするんですか。県と県同士区割りしてますか。なんで県で比べたか。なんで県で比べた。俺が言ってるのは そこで10倍の差が出るっていうのはどういう意味を思います。10倍の差が出るっていうのはどういう意味を思います。経済格差があるからでしょ。所得の格差があるからでしょ。違いますか。ちょっと待って、今ええこと言った村上さんが。北海道と富山で10倍の格差があるのは所得の経済格差があるからやと言ったね。そしたら日本人と在日の間で5倍の格差があったら、それは経済格差ちゃいますの。そうや。日本の食事じゃ平均とあるからね。何でも差別やから。有意な差異はないって言われてるの。生活保護率言ったら有意な差異はないっていつの話。2014年でしょ。それ1960年代だから。今喋ってるのよ、黙りや。日本人は17人、ね、で個人数では 4.46 倍に減るけど、それはなんでこの差があるかというと、世帯分離をして
その生活保護を受けるために在日の人たちの方がよく分離して、そしてその世帯数では 8.4 倍、個人数では 4.46 倍の差になるんでね。んで、これは何を意味するかというと、僕はやっぱりね、あの在日の人の異邦人意識だと思うよ。やっぱり日本の行政から、ね、取れば取るほどいいんだっていうね、そういう考え方がどっかにあるか。いや、そのその話は統計と全然関係ない。統計と関係ない。だって、あなたも知らんでしょ。だから、それね、あのね、あなたね、あなたね、あの数字をいっぱい持ってきてるけど、この数字から何が言えるっていう、何が言えるの部分が何の根拠もないから、それは俺はこう思うって言ってるだけで、あのいや、その厚生労働省の数字が正しいっていう、そこまで言うのか。で、その結果、そこから何を読み取れるかっていうことは、別にあなたが読み取りたいことを言ってるだけで、だから経済格差がまずあると大事というものに。説明できるか、この 8.4 倍という数字は。何の 8.4 倍？世帯数で生活保護を受けてるね、在日の方が日本人よりも 8.4 倍大きいというのは、やっぱりそれはね、日本こう同じ日本国民としての一体性というのは、やっぱりそれはいろんな理由はあるよ。いやいや、日本国民としての一体性言うことで、あのまず日本国民ちゃうし、それから、それからね、生活保護に関しては、結局、その生活保護に関してはね、老人世帯が多いわけ、在日の。それは日本も一緒よ。日本も一緒だね。その在日韓国人、朝鮮人の方が老人世帯の割合がめちゃくちゃ高いわけ。それなんで高いかっていう と、今は所得格差そんなないけど、ほんの、数十年前まで、だから60年代、70年代なんかめちゃくちゃあるわけですよ。で、その時のそのままの状態を、そういう老人の家庭がそのままそこに、やってるわけ。わざと離婚したり、そういうことだと思うよ。いや、それはね、野間さんね、ちょっと言わして、あのね、あのね、あの生活保護を取るためにそういうことをやってる人はいると思いますわ。でも日本人の方が多いと思うよ。じゃあ数で言うたらそれは日本人の方が多いよ。何でもそうなんだ。だから数で言うと、だから生活保護の不正受給なんて日本人の方が圧倒的に多いわけで、そういうものを圧倒的に多いんだけども、根拠は、ソースはじゃあ調べたら分かる。調べたら分かる。後でだって俺別に生活保護の、あ、ソースはそこの、あ、ソースはパク・ウィルさんのだからね、こういう話でいいと思います。こういう話は条例と関係ないから、こういう話は条例と関係ないから、俺ここに在日特権について、生活保護についてはこの本を読めって書いてあるわけ。ちょっと待ってあんまり読まないで。ちょっとね、話がよくわからへんので質問したいんやけど、日本全国の生活保護 の世帯数と人員を今調べてみたら、世帯数144万1000、人員199万8000ね、っていうことは一人所帯が圧倒的やん、これやろ、それ意図的に離婚されてるかも。でこれよりも8倍も世帯率が高いなんて、ちょっと数字としてありえんじゃん。厚生労働省の調べで。いや、だからあのもう一回調べるから、どこで調べたのかちょっと教えてくれる。だって8倍になりようがないの。観光庁のそれで調べたら出てる。いや、だからサイトの名前言って、サイトの名前言って。あ、ちょっとあのだいぶあの脱線してるから、かなりややこしい話になってきて、ちょっとあのね、結局ね、あのね、今ね、そのどこの資料で何年のどこの調査って言えないんだったら、もうこの話は曖昧だから終わり。それ調べてくるんやったら、メモしてくるんやったら、ちゃんと出典も書いてこない意味ないよ。日本人が 1.5 倍しかないもんな。最大でも俺の出典は本に書いてある。ちょっとその あの格納から、なんか多分調べ方間違えてんねやと思うわ。あの格納をちょっともうそろそろ収めてもらわないと。条例の話にしてくれ。すいません、まともな数字持ってこいよお前。すいません、野間さん、しょうもないっちゃ、そればっかり。野間さん、あのね、せっかくね、会場の方がね、たくさん来られてるんで、あの発言されたいという方が何人か僕のところに来られたんで、まずね、ちょっと約束事されてね、あのサングラスかけた兄さん、なんか喋りたい言っとったんで、野間さん、マイク渡してあげてください。
4時半で終わりね、ここ一応4時半を目処にしております。ちょっとあの1点だけ、ノーマスさんに反応なんですけど、先ほどあの3世、4世がもうこの国におるのを嫌がっとるというのは、そこがちょっと私の意見としては、別に無理にね、言ってほしいな。ヘイトスピーチ、確かに、まあ、僕はあの当時、在日3世なんですけど、まあ、傷つきますわ、正直。ただ、あのそれに倍もうヘイターの倍もう何倍もの、その上がる人たちに勇気もらってますんで、特にもう皆さん、あのカウンターの皆さんには本当に感謝。まあ、当事者として本当に感謝しております。本当にありがとうございます。で、ちょっと聞きたいことなんですけど、そちら側の方に聞きたいんですけど、なんか私がそのカウンターに来たりとか、あとまあ安倍、まあ、に反対するデモ、まあ、参加するとなんか政治活動をするな、外国人のくせに。うん、憲法に保障されてる政治活動ってどこまでなんですか。僕が思う政治活動っていうのはなんかあの、まあ、あの政治家になったりとかするところがかなと思うんですよね。意見表明っていうのは政治活動になるんですか。ヘイトスピーチしてるやつらにやめろお前らっていうのはこれ政治活動になるんですか。それをあの僕が返事したら、いや、まあ、だらだでも結構ですからね。言ってください、そちらの方で。あの抗議するのは、そのね、質によるんじゃないですか。政治的活動と思うのか、それともね、一般的な個人的な意見なのか、それによって判断は変わると思いますよ。まあ、あのそちら側でよくネットでよくあのそこにいる人みたいによう取られてる方で、ヨッシーという方いらっしゃるじゃないですか。よくツイッター、まあ、なんかあのやってたら、まあ、抗議に来るなと、政治活動するなと、ね、でですね、まあ、政治的なことを言ったらダメなんだっていうことですか、そちらの方は。だから、まあ、政治的な活動っていうのは、じゃあこれもね、政治のことじゃないですか。はい、何がですか、それ。これ、ヘイトスピーチのことに関しても、はい、これ政治ですよね、条例ですから。これに関して我々、君たちはこれに関して市民という立場には入ってるんですけど、国民ではないですよね。だから僕らは言ったら国民ではないですよね。だということはヘイトスピーチに抗議してる在日としてはもうそれは政治活動になってるんですか。なりますね。ならない。え、なんでならないですか。ちょっとどれぞれ言うか、ちょっとね、そしたらね、なんか発言するのが政治活動やったら、なんでケント・デリカットとかにも文句言わないですか。発言するのが政治活動やったら、ギルバートやデリカッ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 トやデリカ実験行使だから、こんな条例についてどうのこうの言うのは全く射程外。わかる。条例についてダメっていうことですか。射程外。射程外ってことですか。何考えるの。射程外ってことですか。そうです。ということは国政じゃないの。国政じゃないからということなんですか。うん、ということは他の外国人がやってきて大阪市にジャモンつけて、じゃあこれを変えろっていうことも OK だという立場なんですね。やってるやん実際。例えばベトナム人の人がやってきたり、フィリピン人の人がやってきたり、これはダメだ、これはダメだっていうのも OK だということです。だからケンギルバルトとかやな。それは一つの意見じゃないですか。一つの意見じゃない。抗議と意見は違いますよ。抗議も意見も両方一緒なんですか。一緒なんですか。こうした方がいいっていうふうなことを言ってますよね。ね。まあ、面白いこと言いますよね。私はね、ゲット・デリカットさんじゃないわな。ゲット・ギルバートさんが怒られるわ。言うのはね、もう自由や思いますよ、これ。うん。だって、これでね、じゃあ国がコロッと変わりますか。まだ意見してるわけでしょ。でも、あなたたちは市役所に行ったり、国会議員に圧力かけてるんじゃないですか。違います、国会議員に圧力かけたり、うん、市役所の議員さんにこれお願いしますって言ってるんじゃないですか、それって政治活動なんじゃないですか。
総連と民団で、まあ、意見違うっていうのもありますけれども、民団がね、外国人参政権要求しましたよね。こういうことをすればね、先ほどあなた方が言いましたよ、竹島改正はヘイトスピーチじゃないけど、日頃のお前の言動から考えたらヘイトスピーチが出るんだから抗議すると。これで言えばね、在日は民団が明らかにね、外国人地方参政権という政治活動を行ったんですからね、その傘下にあるあなた方が、ささやな政治活動をしたって、我々が。民団だけが在日じゃないやん。分かってますよ。総連だけが在日じゃないやん。分かってます。ただね、そういうことを分かってないのが分かってない。さっきのあなた方の論調で言えばね、民団が明らかな政治活動を行ったわけですから、その傘下にあなた方が、ささやな政治活動を行ったら、ね、抗議をすることありますよ。はい、みんなに言えや。みんなに言えよ。ていうか、あの韓国は日本人の外国人参政権を守ってる。韓国は日本人の外国人参政権を守ってる。もうちゃんと聞いとくよ。君らの好き。他に質疑応答で。何人ですか、韓国在住の日本人の。調べるやん。いや借金言うとね、よく、街頭でやったのね、外見やったりされてますけど、でもやられたりされてるけど、あんなのね、聞いてる人って、多分一般の通行客とか、買い物したおばさんとかに聞かせてるだけで、あんまり活動的に意味ないと思うんですよ。もしね、本当にあなたたちに確信があるなら、もし役所とかね、あと政治家に訴えるとか、あるいは外見とか、ね。デモとか言って、我々もその日、その度に休み潰されてさ、ヘイトをやめろとか、言わなきゃ、ヘイト復活したくないんだもん、まあ、そのヘイトは。だから、そういうのは やらなくて、ね、あと日曜日にね、誰もいないね、なんだっけ、韓国の領事館の前で叫んでるんじゃなくてさ、もっと効果的な活動をされたほうがいいんだよ。そしたら、我々の手伝いの方に行かなくても、お前の顔を見たくてさ、気持ちが下がるよ。はい、次の方すいません、お願いいたします。次の方、その方はどうですかね。答えるレベルではないんで、個人で結構お願いしますよ。そのレベルでやっておられると思いますよ。実際にあなたはそのレベルでやっておられるような感じがするんで、また、はい、ですね、ちょっと行動保守の方に一つ聞きたいことがあるんですけど、今あれですよね、保育所落ちた日本死ねっていうのが流行ってるじゃないですか。それに関してのちょっと疑問をちょっと私ご回答したいんですけど、日本人ってぶっちゃけ減ってるわけじゃないですか。それに関してはどう思いますか。ちょっと質問がだいぶ離れてるんですけど、条例の話しましょう。条例の話でしょ。例えば日本を死ねっていうことに関して、これヘイトスピーチじゃないですかっていうんやったら、これ趣旨合ってます。そうじゃないんだ実は。人間が減ってるということはどういうことを議論するんですか。いや、まあ、基本それ関係ない話なんで、条例の話で何か他にある方。条例の話でいうとね、瀬戸さんにお伺いしたいんですけども、私は外資の2世です。で、まあ、日本の学校で日本の会社を勤めて、まあ、自分で言うのもあれですけど、真面目に税金払ってきて犯罪も犯してません。で、特権言い換えて、この条例は在日特権条例というのが言われましたよね。一体どこに特権があるのか。私ね、そんな特権あったら今頃金持ちになってね、この結論遊んでますわ。答えてください。それはね、先ほども述べたように在日ね、特権として扱われるような要素の危険性はあるけども、要するに日本人も
大阪市役所で、ね、これは訴えることができると、ね、っていうことがを皆さんたちの代表として出た野間さんもそれを認めたわけですから、これは在日特権では現時点ではないですと私はっきり申し上げたつもりなんですけどね、はい、あの在日特権条例という今日のタイトルになっているのは間違いだったということで、今これ結論が出てますので、はい、あ、討論会は在日特権条例って書いてないですね、書いてます、ここに書いてたけども、あれに書いてないでしょ、もともと僕が一番初めに白板に書いたのそれは書いてないですよ、盛り上がるかも、まあまあ、ね、はい、他の方はい、どうぞ前にちょっとね、教えていただきたいんですけど、先ほどの議論からね、あの中で例えばの犯罪率とか言われてるじゃないですか、とかね、あの例えば在日の方が犯罪を犯しても、それは別に韓国人とか朝鮮人全部じゃないんですよね。なんでそういう犯罪者とかそういう、生活保護の不正受給とかね、そこを加えて全体を語るんですか。それはよくわかんないです。なんで全体をかけられるんですかね。あの今言われてね、ネトウヨで、ネトウヨでもバカはいるけど、皆さんみたいに賢い方もいるでしょう、ね、同じじゃないですか。韓国の人にも犯罪者はいるし、立派な方もいるでしょう。だなんで一人のそういう犯罪者とか生活保護の不正受給者を捉えて全体を捉えることができるのか、私全然わかんないんで、ぜひ答えるか見えたらお答えいただきたい。誰かして質問して、いや、もう誰でも喋ってもらっていい、結構ですよ。もうレジーナさんから構いませんね。いや、私 の、 あの大阪の、ね、あの映像を皆さん見てらっしゃると思うんですけども、私はいい観光人もいるし、素晴らしい人もいると、で具体的な、ね、例も示して、ね、でも悪い人もいますよと発言してます。私はお母さん答えてよ、お母さん答えて、あの本名をね言うのはちょっとおかしいんじゃないですか、公開しないんでね、はい、ちょっとね、先ほどのね、おっちゃんの話ね、まあ、個人が犯罪を犯したと、それを一括りにして、民族の差別をするなということだったんですよね。しかし今の日本ニュース見てもね、在日朝鮮人の方が犯罪を犯しても日本名で出てるじゃないですか。これが結果ですよ。なんで隠してるんですか。タイじゃなくて、ね、まず新聞紙面見たらほとんど日本人名になってます。調べてみたら産経新聞、韓国籍、韓国人、ね、そういう風に書いてますよ。そういうことを散々やったらこれね、あかんじゃんじゃないですか、これ。偽名使ってもお前らに。は？高田くらいだから、高田くらいの偽名やんですよ。まあ、面白い。面白いこと言いました。実際そうだよ、偽名やろ。面白いこと言いましたよね。偽名って言いましたよね。じゃあですね、アントニオ猪木さんって、あれ、選挙出てますよ。あれ、偽名でいいんですか？偽名や。あれ、偽名なんですか？あれね、ちゃんと猪木漢字でも取るなっとるわ。あれは選挙の名ですよ。選挙の名前ですよ。あれ、偽名なんですか？ジャイアントババカでババ少年でしょ、ババさんですよね。ほんでジャイアントババできるのってますよ。そんなに、そんなに、そんなに、要するにレジーナさんというのは通名ってことでしょ。まあそれでもいいじゃないですか、それで終わりで、あの、だからあだ名というか通名は在日特権じゃないってことで、終わりで、この通名って在日特権じゃないんでしょ。使ってんじゃん、レジーナさん。レジーナ、いやいやいや、レジーナ、それよかよ。レジーナってあの女王って意味でしょ。もうどうしようもない、やばないですか。しょうもないですよね。あ、はい、はい、それで、あの通名問題が特権じゃないっていうことですね。
公文書に登録されるのは通名でできるんですよね。通名は特権ではないということで、公文書ではない。その話も、その話も、そういう話にも、そういう話になろう思ったから、ここにちゃんと書いてありますよね。以下については在日特権の許可を変わって処方審査の対象を通名。あ、本当に。あのね、この間ね、覚えてるんです。この間ね、産経新聞で、自分は何回も犯罪を犯した。時間内の契約書とかその辺はいけるんですか？通面で。え？韓国人出ますよ。はい。その話してどうでしょう？その話もない。これじゃ仕事。いや、その話も。その本に載ってるから。何回聞いたらあるって言うけど。え？わかりましたね。その話ね、その何回も名前を変えた韓国人が話して、この本にちゃんと載ってるんですよ。残念ながら。だから、後で読んでいてください。あ、日本人の方が多いこと。パチンコ経営できるのは特権じゃないですか。パチンコ会社を経営できるのは特権じゃないですか。いや、日本人もできますから。できるの。誰でもできるやん。そのパチンコやりたいやからやったらよろしい。やりたいやん。実際問題できないでしょ。いや、できるでしょ。日本の会社いっぱいあるパチンコや。知らないでしょ。10% ぐらい。日本の社会が有利やないか。日本の社会が有利やないか。絶対有利やないか。だから、これちょっと知らないか。それ全部あの本に書いてあるんで、まさに質問してくださいね。でそれがさっきから質問答えさせてください。あれ、まあ日本人がほとんどいたのかな。ちょっと待ってさっきの質問答えさせてください。あの質問したいや、私も全部挑戦のほうさんに言ってんの。私、知り合いを取ってんの。最近は話題になってますが、いわゆる、脱税でしょ。脱税って日本人もめっちゃ。いや結果的に脱税されたわけですよ。さっきの話もそうやけど、その通名で名前書いて犯罪だとして、結局まああの、まあ、もうこの本に3年前に書いて、それで増補版も出てるんだけど、あの結局ね、あの犯罪のしやすさをそうやって特権で言ってるんだから、そんな犯罪したいんかなと思うわけですよ。だからこんな犯罪がしやすいじゃないかと言ってるだけで、実際には別にしやすいわけでもなくて、その通名云々っていうのはね、脱税云々もね、だって脱税なんか日本人めっちゃしてるじゃん。脱税っていうか、脱税の、ね、方法がいろいろあるわけで、結果的に脱税だったわけですよね。結果的に脱税になって金を納めさせられたんだけど、もし嘘やったらなんでこれをイラストに、これはウィキペディアの定義だけども、在日先が有する権利やね、資格、だから権利やったら、その、捕まんないわけですよ。権利っていうのは正当な法的な権利のことを権利って言われるから、権利やったら、それやっても捕まらないから特権なんですよ。それやったら不正や犯罪や脱税やで捕まるんやったら、何の特権でもないじゃないですか。アメリカ人とか外交特権持ってるじゃない、外交官は外交特権持ってるじゃないですか。日本では裁かれないという特権があるわけ。これは特権なんです。そういう話してるんじゃないですか。いや、特権ってのはそういうことだから。アメリカ人は個人の犯罪でなんで民族全体を排斥するようなことを思われたか。今その話もう終わったからいいよ。どうするどうする、そのヘイトスピーチの話です。なんで最後から見てしまうと終わる。ちょっと察してくださいよ。これヘイゴールおかしい。ちょっとここのヘイゴリアン、ちょっと答えさせてもらいます。先ほどの質問の方で、個人の犯罪を持ってね、なぜ朝鮮民族全部の排除排斥を訴えるのだという質問があったので、僕の、意見答えさせてください。日本人がこんだけいてね、まあ、犯罪率これぐらいだとします。アメリカ人これね、ちょっと小難しいこと飛ばしてますけれども、普通外国人が日本に入国するときには
素行が善良なことでチェックされるんでね、基本的には素行が悪いような外国人、そう簡単には日本で居住できません、移民の許可おりません。ということを、そしてね、まあ、もっと言うと外国、普通の外国人は犯罪を犯すと強制送還もあるので、実は日本人以上に犯罪を犯さずに暮らしております。ところがですね、この民族はちょっと違うんですよ。この背景の入管特例法によって、犯罪を犯したときに、強制送還がないということもあるんでしょうけれども、静かに聞いてください。私の、いや、これね、質問に対して私が答え答えてるんですよ。私が答えて何か困ることがあるんですか？私が答えて困ることがあるんですか？いや、私が答えて困る方、私が答えて困る方、ちょっと待って、私が答えて困る方、挙手をお願いします。はい、じゃあ答えないです。さっきも同じ話やからね、さっきも終わった話だし、聴衆やから登壇者ちゃうから、これだけもう全然根拠ないよ、この視点。そうなんですよ、でも被災者するでもないよって大騒ぎさん、そっちだよ。え、ただの申請代理申請さだけの人間を捉えて大騒ぎさん、そっちを知らない。これは知らない。これは知らない。これは知らない。登壇者でもない。俺は知らないか知らん。お前ら質問しまくって教えてもらって何も増えない。はい、そろそろ、そろそろ、あんなに聞かれたら分かるんだね。そろそろ、そろそろ、あんなに聞かれたら分かるんだね。そろそろ、ちょっと時間なんで、もうそろそろで、今日はね、登壇者の方に一言というか挨拶してもらわないといけない時間がありましたので、特にね、伊藤君にはね、せっかく来てもうたのにほとんど喋ってもうてないから。あ、もしもし、さっきあの川東が、川東さんが書いてた犯罪率が高いから帰ってもらいたいみたいなこと、瀬戸さん、これそう思わないですよね？いや、私はそう思わないって先教えてました。私はそういう主張はしてないね。私はそういう主張して、もちろん今さっき川東さんが書いたことに関してはそれはちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。私はそういう主張して、書いてますよ、先生。瀬戸さんはそのさっきの川西さんの在日は犯罪率が高いから、じゃあ祖国に帰ってまいりましょうみたいなことっていうのは、これはヘイトスピーチであるというふうに理解したわけです。今のがまさに差別扇動なんですけど、それはだからあなたは考えないでしょ。あ、分かんない。さっきは今のがまさにヘイトスピーチだったってことは分からない。分かるか分からない。大阪市に申請しなさいよ。それで大阪市の判断は別にいいから。で、そうですね。分かんない。瀬戸先生書いてます。あなた決めるんですよ。じゃあ、ヘイトスピーチの要は意味が分かってないんですよ。それ大阪市に申請して、大阪市の判断は分かってないんですよ。ヘイトスピーチの定義とか、ヘイトスピーチの概念っていうのがいまいちぼんやりしてるんですよね、瀬戸さんの中では。私はだからその、なんかよくヘイトスピーチ条例について討論会で、ヘイトスピーチというのは、排除を洗脳するってことは、そうなったら言ってるから。あ、私が言ってるのって、そういうふうにあの条例にも書いてるんですけど、いやそれが分かるのかな。差別は、ね、洗脳でしょ。そう、率先して洗脳するのがヘイトスピーチだって言ってるのに、私は言ってる。ここの人が意見を述べることが意見として先導したじゃないですか。それは分かりますか？すみません、どうした、原因飛ばさないでください。原因を、でも原因はしてないから、原因は大事ですよ。事件だから、日本にとって、そこが多いから、あんまりややこしい。もう4時半になっちゃいましたんで、もうその今日はもう一日長いようで、皆さんお疲れ様でした。特にあまり何も、みんな進化したりとかよくわかんないし、ヘイトスピーチがないと、あんまり理解ぼんやりしてる感じなんで、これからも、まあ、苦難の道は続くと思うんですけれども、まあ、
まあ、少なくともいろんなことが明らかになりましたので、まあ、これからもその差別を許さない世の中づくりのために、そういう理念を踏み潰していく同僚たちが住みづらい世の中っていうのを一緒に作って、あ、それで同僚さん、今日は条例の話を中心にということで、まあ、結構いい論点出たんじゃないかなと。まあ、この条例ね、まあ、ネット上の人がやっぱり基本的にその危険だって言ってるんだけど、いやほんまに、こういう言論をね、規制するような条例というのは実際に物語する気というか、そういうふうになりやすいので、やっぱりずっと市民の側できちんと監視していかないときちんとした運営する。これ弾圧に使おうと思ったら全然使えますので、そういうことは、まあ、市民の側で常に監視していかないといけないというふうには思います。だから、こういうふうにね、これはヘイトちゃうのかみたいなことをどんどんその思いつきでも何でもいいから出してもらうっていうのはすごい実はいいことで、それをこうやって記録に残せたっていうのは、まあ、良かったんじゃないかなと思います。まあ、また僕は討論会的なものは何でも全部出ますので、必要があったら見てください。よろしくお願いします。よそのくんに来て偉そう、まだね、ちょっと瀬戸さんからお話があります。切れるわ、よそのくんに来て偉そうにして。どうも皆さんね、ありがとうございました。私はですね、まあ、皆さんたち一つのお約束したいんだけども、ウキムシ挑戦とかね、ゴキブリとかね、そういう発言は今までもしてないし、これからね、そういう発言はすべきでないと、この前、勉強があります。そういう発言をやめろって言ってんだよ。しば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 ここに抱かれてあるヘイトスピリティー、それだからね、今日はね、皆さんたちがお集まりだと、気持ち悪い、あなたがやってるのは気持ち悪い、気持ち悪い、その民族嫌い、ここ私はね、そういう気持ち悪い、気持ち悪い、嫌い、そういう民族差別的な発言じゃなくて、嫌いの北朝鮮に挑戦されるのか、そういう政治運動をしたいに運動を変えていきたいと、こういう考えを持っています。だからね、関西でもね、そういう運動を僕もですね、やっていきたいと、そういうふうに思います。これまでやってきたら反省するんじゃん。だって、あなたに反省するのって言われて反省すべき問題じゃないでしょ。変化入れんなよ。まあ以上です、どうも皆さん、今日ご協力ありがとうございました。ケントさんがここまで言うって、話しても、在日の連中はね、言うなへんって言うんやったら、ね、もうあとはもう答え一つしかないんや、喧嘩する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 しかないんや。会場の整理は主催者の方でしますんで、参加者の方は335号退室の方お願いします。はい、帰るなもん、殴ってみるもんな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 、殴
本日の公開討論会を始めましたので、会場の人付けは主催者の方でございます。主催者の方は片付けの方お願いします。お願いします。主催者は